まず日本から、マニラまで、国際便で飛んで、そこからですね、国内線、まあ、昔はチャーターしかなかったんですよね。チャーター機、リゾートの出すチャーター機しかなかったんですけども、まあ、今はマニラから一応、エルニドへのですね、まあ、便も少なくですね、乗る場所も分かりづらいんですけど、マニラの空港からエルニド行きの、飛行機というのが出てます。まあ、この辺は細かい移住者の、まあ、僕とかも書いてますけども、ブログを見てもらうと分かるのかなと思いますけども、エルニドはですね、やっぱりフィリピンの中では高級リゾートなので、生活費はちょっと上がるかなと、1.25倍ぐらい、他のフィリピンの場所より上がるかなってところですね。で、パラワンもですね、全体が治安がいいってわけではなくて、コロン島で、まあ事件があったりとかっていうこともあったんですけども、まあ、エルニドに関してはやっぱり観光地で高級リゾートということで、治安はかなりいいのかなと、その周辺は安心かなと思いますね。あと、夜遊びで人気のプエルトカレロなんです。